県はあすから新型コロナ感染者の全数把握を見直しますこの見直しについて専門家は届け出の対象外となる人を適切にフォローしないと感染の拡大を招くと指摘します県は医療現場の逼迫を解消するためあすから感染者全員を詳細に届け出る方法を見直し高齢者や重症化リスクのある人などに限定します この見直しについて感染症学が専門で東北医科薬科大学の藤村茂教授は。医療現場の負担を軽減するためには適切なタイミングとしつつ懸念もあると話します。対象外になった軽症例の方々ですよね。実際にじゃあ自分がかかったときに、じゃあいつまで。あの職場に行けないのとか学校に行けないのとか。 まあそういったところをですね、あの、皆さんがきっちり把握しているわけではないと思います。で、そうすると、やっぱりそこで、あの、一定のルールがこう破られてしまうとですね、もしかしたらそういうところから、感染がまた広がっていく可能性っていうのも十分に考えられるので、やっぱりそこら辺の部分をしっかりフォローしてからですね、本来であれば、まあ、やるべきだったのかもしれないっていうところは、やや懸念しています。 また、一般の人には、療養中に症状が悪化した場合に、すぐに医療機関にかかれるように、事前に準備してほしいと呼びかけていますインフルエンザと違って、近隣のどこのクリニックにかかってもいいっていう話ではないですから、まあ、自分がお住まいの地域で、どこの病院、どこのクリニックだったら、 まあ見てもらえるのかっていうところをですね、しっかり把握しておくっていうことは重要だと思います。